ドラマ一つ一気見するよりも、この監督の映画3本ですね、一気見した方がめちゃくちゃ価値があるんじゃないかなと思います。はい、状態です。今日は Amazon プライムビデオで見れる絶対見逃してはいけない映画3本の紹介をしていきます。最近 Amazon プライムビデオでですね、昔の映画をすごい掘ってるんですけど、これはより多くの人にですね、見といてほしい映画だなっていうのがあって、それを3本紹介します。山中貞夫監督の映画です。この方がですね、28歳で亡くなってる人なんですね。日中戦争に行って、そのまま亡くなってしまったという。この人、ウィキペディアを見るとですね、鬼みたいな映画撮ってるんですけど、今フィルムが残ってるのが3本しかなくて、で、その3本が Amazon プライムビデオで見れるんですね。もうその3本しかないっていう状態です。この3本がもうめちゃくちゃすごいんですよ。この3本しか残ってないっていうのが本当に惜しい監督だなっていうのがあって、丹下左膳夜話、百万両の壺、高知山宗春、人情紙風船っていう、その3本だけなんですよね。で、この人情紙風船っていうのが一作になっていて、でこの映画を撮ってすぐに赤髪が、その召集令状が来て、それで行かないといけなくなって、行って亡くなってしまったという、本当に惜しい人材を亡くしたなっていうのはこのことだなっていう感じがします。3本とも時代劇なんですけど、正直もう黒澤明、溝口健二、もうこれを超えていた可能性がすごいビンビンするぐらいあるんですよね。80年ぐらい前の映画なんですけど、どうなのって思うかもしれないんですけど、再生してみたらもうびっくりするぐらい、今まで見てきたいろんな映画っていうのがどんどん吹っ飛んでいくような、それぐらいパワーっていうかエネルギーに満ちているというか、もうエネルギーに満ちているし、もう才能の塊しかないなっていう。それぞれ映画ですね、90分ないんですよ。なので3本合わせても4時間ちょっとで終わるんですよ。このドラマ一つ一気見するよりも、この監督の映画3本ですね、一気見した方が多分めちゃくちゃ価値があるんじゃないかなと思います。得るものめちゃくちゃあると思います。それぞれちょっと簡単な紹介なんですけど、丹下左膳夜話、百万両の壺っていう、丹下左膳の話ですね。僕も丹下左膳は全然知らないんですけど、これで初めて見たぐらいですけど、1935年でこんなに面白いコメディっていうのが撮れるんだなっていうか、もう本当にクオリティ高いんですよね。その丹下左膳のキャラクターとかももう完全に完成されてるなっていうのがあって、やっぱりストーリーとかそういったものに関しては、やっぱり歌舞伎とかだったり落語だったりっていう題材として面白いものっていうのはやっぱ昔からあるわけで、これをやっぱ映像化した時にこんなに今見ても全然古くないっていうか、今作るよりも全然説得力があるっていうのがあるんですね。で、この話自体は2014年ですね、豊川悦司さんが主演でリメイクしてるんですけど、やっぱり全然違うんですよね。やっぱりリメイクした方はやっぱセットが綺麗すぎるんですよね。だからやっぱリアリティっていうのがやっぱなくて、やっぱり時代劇だなっていう感じがあって、やっぱりフィクションだなっていう感じがあるんですけど、やっぱり生っぽさっていうのがやっぱオリジナルの方にはすごいあるんですよね。で、今回紹介する3本の中で一番映像っていうか映画のその状態が一番綺麗に残ってるのが丹下左膳ですね。どれから見てもいいんですけど、一番最初は見るのはこれがいいかなと思います。で、次、高知山宗春です。その丹下左膳の次の年に作ったやつなんですけど、マイクとか、ちょっとセリフとか聞き取れない部分っていうのは結構あるんですよね。そこはちょっと難点です。ただこの3本の中で美術セットと撮影は抜群に一番いいですね。普通にサイレントと割り切って見てもいいんじゃないかなっていうぐらい、すごい一つ一つのシーンが完成されてるんですよね。最後にドタバタがあるんですけど、もうその1936年にもうここまでやってるんだとしたら、じゃあこの監督が戦死することなくずっと映画を撮り続けてきたら、これは黒澤明よりもすごいことをしてたんじゃないかなって、思う。本当にそういった可能性を感じたなっていうのが、この高知山宗春です。次、最後、人情紙風船です。僕は一番最初見たのこれなんですよね。監督で見たというよりも、ただ
昔の映画をたくさん見ていこうっていう中で、こうタイトルに松と一番惹かれたなって、こう人情紙風船ってすごいなんかいいなって、このタイトルすごいいいなって、見ようと思って見たら、まあめちゃくちゃすごかったんですけど、まあ貧乏長屋の話なんですけど、その江戸の風俗っていうものの描き方がやっぱすごいこう完璧だなっていうか、もうまさしくそこにある感、もう生活してる感っていうのがすごくあって、まあ僕はあんま詳しくはないんですけど、時代劇ってセットっていうか、なんか撮影用のなんかセットの街ができてるっていうのがまああったわけで、まあ、今は完全になくなってて、まあその昔そのテレビドラマの時代劇とかも、まあそこでまあ全部撮ってたとか、水戸黄門とか暴れん坊将軍とか、なんやかんやを撮ってたっていうのはなんとなくまあ知ってるわけで、まあ、この山中貞夫監督が撮ってた時代のそのセットっていうのは、まあそういったまあ共同でみんなで使ってた部分があると思うんですけど、この時代のまあそのセットっていうのはいろいろ汚いんですよね。だから汚いのが途にすごくいいんですよね。なんかこう生活感がすごく出てるからですね。三作そうなんですけど、まあ高知山荘春でもろに出てるんですけど、その細かいところ道にこう散らばってるゴミとか、まあゴミじゃないのかもしれないんですけど、一つ一つがこうすごくなんかリアルなんですよね。でそれとこの、まあ、人情紙風船っていうのは特に貧乏長屋に住んでる人たち その生活っていうか、それぞれのキャラクターがなんか落語で出てきそうなキャラだなっていうのもあったり、まあ、物語自体最初がなんかラクダっぽいなっていうところもあるんですけど、江戸のなんか貧乏長屋っぽいっていうか、そこのなんか風景をただ垣間見せてもらえた感じっていうのがあって、その人情紙風船は、まあ、すごく良かったなと思うんですよね。まあ、ということなんで、まあ、手っ取り早くストーリーが分かりやすいものが見たいっていう人は、まあ、丹下左膳を見て、で撮影とか美術っていうものの、まあ、これはすげえなっていう、まあ、映像が見たい人は高知山荘春を見て、江戸時代のその時の人たちの、まあ、生活っていうのをすごくリアルに感じた人は人情紙風船っていう、まあ、そういった感じで、まあ、一本見てもらえれば、あ、この監督はすごいぞって誰が見ても多分思うと思います。まあ、それを見ることによって、こう山中貞夫っていう監督が、まあ、いたんだということを噛み締めるとともに、こういった人がその、まあ、日中戦争で戦争に行って28歳という若さで死んでしまったっていうこと、その戦争によってこんなすごい才能が失われてたんだなっていうのをやっぱ噛み締めるっていう意味で、すごく意味のある時間になるんじゃないかなと思います。まあ頑張れば全然1日で見れる量だと思います。まあ僕もまあ1日でまあ一気に見て、この動画撮るためにまあ2週目まあしたりとかですね、全然飽きないです。まあ、これはまあなんかすごいもん見けたなっていう感じですね。ということで Amazon プライムビデオで見れるので、これを見るとまあ人生は何かしらの変化があるんじゃないかなと思います。ということで見ていただければなと思います。ということで、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。まあ、普段は新作映画見たらすぐにレビューするっていうチャンネルなんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、サブスクで見れる映画の中で、まあ、これはっていう映画をですね、まあ、紹介していくっていうふうにも、まあ、やっていこうかなと思っているので、チャンネル登録の方ぜひお願いします。でこの後僕短編が撮ったんですけど、それの予告編が1分半流れます。ラブソングに捧げられた恋人たちというタイトルで、通常版とディレクターズカット版の2つがあります。で通常版はゆっこ労働省さんの自作短編映画祭というので出させてもらっていて、でディレクターズカット版は僕のチャンネルの方で出してます。でどちらも概要欄にリンク貼ってるので、興味がある方はそちらを見ていただければなと思います。ということで終わります。